紹介したくねえよマジで。同じ重さ、マジでじゃんけんしたくねえ。重さが全く同じなのでもう一戦ですね。てか中山社会始まったはずだよねこれ。再戦全く同じで重れ再戦。いや今までクイズ対決ですよね。さあ疲れてるのはこっちの方が上なのね。いやこっちは5枚の力があるから、あれ5枚でも100円ちょい。レダードさん負けてる。5枚の力誰が使う？さあピカゼックとズガドン。でもこれニトロ爆弾。ニトロ爆弾は東海の怖いやつ。じゃあ1個っぽい。1個でしょ。成功。うわやば。今回ならないですよ。まあいいです。なんかうわやってるよ。これマジやってるやってるやってる。盛り上げて動画撮りますね。さあ世界決勝。だから外野がめっちゃ色る。ジョギーはダメだ。マリガーしたよ。さあ、あ、カポコチェコブイとズガドンズガドン。キモマジで。おっとおっと。で、今日はね、まあ今さあ、クイックボールの年季の差とエネルギーでマウンドを取っていきます。取ってみよう。普通に悔しいね、このガチガチ。どうしようか。ここからまくる手段なんで、いやー、渋いなぁ。椅子が結構怖い。とてもちょっと。静かな試合です。静かな試合。いやーねー。怖いんだもんね、もしかしたら。お互い弱いから。お互い、そうや。まだ回してない。まだ回してない。どっちが先に回るかっていうところかな。いいか、どっちが先に回してますね。ちょっと待って。使いたくねえなぁ。どういう動きをしていくか、電池を打って何か持っていくか、電池から無限の可能性はあるから入れ替えね。入れ替えよう。いやー、しまして渋い。引きに行く感じだな、これだ。あー、どうしよう。あとは、いらんね、いらんね。電池やつ電池やつあるんだよ。気合いでます。電池、いいわかんないですよね。1枚あれば展開できる。で、対象を投げていきます。そうだね。先行もっと前ない。緊張しちゃうんだよね、この子。電磁レーダー鳴らすのもあります。いいな、これと、まあ、これかな。カメラに入ってくる。2枚だよ、最初で、完成です。エンジレーダーは投げる人がいるよ。もう入れるちょっとあるんで、コールドクイバー。大きな守り、コールドクイバー使ってるし、大きな守りでズガドーンのキノタマサーカスの要求エネを展開できます。あーちょっと入れば、カットしない。はい、どうぞ。はい、で、エレチェンジ、エレチェンジ。そうだね。じゃあスパイクドローでゴシュね。どっちも強いな。強い。まあでもここでね、顧客を失うとめんどくさいんだよね。はい、OK です。はい。はい、 OK です。どうしようかな。さすがに出しかけたしな。そうだね。はい、よし、はい、出していきま
はい。Thank you.
うなってしかない。お互いにうなってるからね。まあ、うねってよね。はい、どうぞ。ごめんなさい。はい、よ。バックアウトが売れる。本当にそう。頭サーカスで。はい。僕は拾っといて。冷めてない。4枚ですね。ゼロだ。ああ、どうしようかな。これ、ね、俺はここを取らなきゃいけないんだけど、こっちを取らなきゃいけないから、まず。で、ここさっきか。いやー、そこ最後勝負。さあ、最後巻き返していきましたが。結構で。ああ、ご結構でしかないか。結構で。1枚。
中してるから、めちゃくちゃ真剣だから集中してるこれまでになく真剣だよ。重い重い、敵が重い。だって実質これで勝ったらマジで優勝なんだ。どうしようね。普通にあのジムバトルよりあの気楽にできるから全然いい。やった、やった。あ、してだけ踊り踊り GX できました。ここで、ついてかませる。さあ、かせ。ただ、この踊り踊りを倒してもサイドが1枚残るので、あと1枚取り切る前にこれはしょうがない。引き込みが強すぎる。タンデちょっとね。タンデ、今リセットスタンプ。これはちょっと強すぎた。そうそう、引き込み強すぎた。博士おかわりとかなんかいろいろ全部マジ全部あって。